どうも、くま村長です。今回はですね、新しい生き物をお迎えしたので紹介します。こちらはミヤコヒキガエルです。やや色の明るいこの子がメスの花火です。そしてこちらがオスの太鼓です。太鼓はオスなのでこうやって鳴きます。花火の方は鳴きそうで声は出ません。飼育環境をセットしていきます。床材はハスクチップを使います。これを敷き詰めていきます。ヒキガエルの飼育環境はできる限りシンプルにまとめます。水入れを入れて完成です。ミヤコヒキガエルの2匹を入れていきます。やっぱりね、メスの花火の方が色がね、すごく明るいですよね。こういう感じでね、すぐに順応していきます。こっちがメスの花火です。こんな感じでね、すぐに落ち着いてくれました。こちらはオスの太鼓ですね。ぽってりしてね、可愛いですね。この子はね、非常に元気がいいです。メスのね、花火も餌食いが良くてね、非常にね、丈夫な子なんじゃないかなと思っております。ということで、今回はミヤコヒキガエルのお迎え動画となりました。またね、この子たちの様子もどんどん動画にしていきますので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。